2023年7月17日、ウクライナ軍のチェレバキ報道官がロシア軍がハルキウ州クピャンスクからドネツク州リマンにかけての方面20万人以上の兵力と、戦車900両以上、榴弾砲555門以上、多連装ロケット砲システムマース370両以上を集結させたと指摘したね。そのことに加えて、さらにシルスキー陸軍司令官が、ロシア軍がクピャンスク方面において攻勢を開始した可能性があると述べているぜ。さて今回はロシア軍がクピャンスクなどで攻勢に転じている可能性について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。チェレバキ報道官は今月3日にもウクライナ東部28万人以上のロシア兵が存在しており、空挺部隊、機械化部隊、ドネツク人民共和国部隊、ルガンスク・ルハンシク人民共和国部隊など120以上の部隊がクピャンスクからリマンにかけて展開しているほか、バフムートにも5万人以上が展開しているとしていたよ。西側諸国においては現在ウクライナ国内に展開しているロシア軍の兵力を20万人以上と見積もっており、その半分以上が先月からウクライナ軍が反転攻勢をかけているドネツク州南部やザポリージャ州及び、ヘルソン州などに配置されていると見られているけど、クピャンスクからリマン方面に兵力を集中させていることが南部方面への牽制であるのか、あるいはロシア軍が再びハルキウやイジュームなどのハルキウ州の制圧を目指しているのかについては不明とされているんだ。あるいはロシア軍が再びハルキウやイジュームなどのハルキウ州の制圧を目指しているのかについては不明とされているんだ。このクピャンスク方面でのロシア軍の動きについてはウクライナのマヤル国防次官も触れていて、16日にロシア軍は2日連続でハルキウ州のクピャンスク方面において積極的な攻勢を仕掛けており、両軍の間で激しい戦闘が発生しているとした上で、この方面での前線の位置は何度もダイナミックに変化しているとして戦況が目まぐるしく変化していることを指摘しているね。さらにウクライナ軍のシルスキー陸軍司令官もまた、ロシア軍が我々ウクライナ軍の攻勢を止めるためバフムート方面に追加戦力を投入していて、それと同時にクピャンスク方面でも攻勢を仕掛けており、この地域における我々の防衛ラインを打ち破って奥深くまで前進することを目標にしているとして、自らリマン方面に赴きこの非常に困難な状況の中で、私は現地の指揮官と協議して問題の解決に努めた上で、リマン方面の状況を安定させるため必要な全ての措置を講じたと述べたぜ。クピャンスク方面で攻勢に出ていることについてロシア軍側からの情報として、ハルキウ州を南北に流れているオスキル川沿いの森林地帯を南下してクピャンスクに迫る動きがあるとするものと、幹線道路 P7 沿いにあるルハンシク州のノボセリブスケに東側のクゼミフカから攻勢を強めているとするものがあるが、これらの地点でロシア軍が攻勢に出ていることは特に新しい情報ではなく、実際に戦闘が激化しているかどうかについては不明とされているな。ただ、ウクライナ側でシルスキー陸軍司令官、マヤル国防次官、チェレバキ報道官が口を揃えてロシア軍の動きに警戒感を抱くコメントを発信していることから、クピャンスクからリマンにかけての戦線において何らかの変化が生じている可能性があるとの見方が広がっているらしいぜ。チェレバキ報道官が言及した18万人以上というロシア軍の兵力には南部司令部が担当しているヘルソン州、ロシアが実効支配を固めているクリミア、自由ロシア軍団が再侵攻する可能性が大きいとされるロシア領のベルゴロド州、クルスク州、ブリャンスク州などの各州、それにベラルーシに駐留しているロシア軍部隊が含まれていないため、ウクライナ軍が備えておかなければならないロシア軍戦力の総数はさらに膨らむものとみられるよ。その一方で、ドネツク州南部からザポリージャ州にかけて攻勢に出ているウクライナ軍部隊は、少しずつでありながら着実に前進していることが伝えられていて、ウクライナ国防省報道官が18日に明らかにしたところによると、ドネツク州西部にあるスタロマイオルスコエにまでウクライナ軍が到達して、ロシア軍との間で市街戦が始まったことを明らかにしたとしてウクライナメディアが伝えたんだ。同集落は反攻のドネツク州と南部ザポロジエ州との州境に位置しており、
ウクライナ軍の奪還目標都市の一つであるアゾフ海に面する港湾都市マリウポリまで 80km にあり、ウクライナ軍が徐々にではあるものの着実に前進していることが示された形となっているね。このことについてはアメリカのシンクタンクである戦争研究所も、ウクライナ軍がスタロマイオロスコエ周辺に進出していることを16日に確認したとして発表していたよ。ウクライナ軍においてはザポリージャ州方面での反転攻勢によって、アゾフ海まで南下して打倒することで、現在ロシア軍の支配下にあるロシア本土からドネツク州とザポリージャ州を通過して、ヘルソン州からクリミア半島に通じる陸の回廊を分断し、ヘルソン州及びクリミア半島に駐留しているロシア軍の補給を困難にすることで、ヘルソン州のドニプロ川以東の非占領地域の奪還につなげる戦略だとされるんだ。ただ、昨年のヘルソン州におけるドニプロ川西岸地域を奪還して以降、ロシア軍が構築していた強固な防衛線と地雷原に正面から当たることになったウクライナ軍は、当初の想定よりも慎重な前進を強いられているぜ。シルスキー陸軍司令官も18日に放送されたイギリス BBC 放送とのインタビューにおいて、ドネツク州からザポリージャ州にかけてロシア軍が構築した防衛線と地雷原を突破するのは容易ではないと説明した上で、昨年のハルキウ州での反転攻勢のような早期の成功は現実的に不可能だと述べて、現在取り組んでいる反転攻勢は長期化する見通しであることを示したよ。また、アメリカ軍の制服組トップのミリー統合参謀本部議長は、18日に開催された記者会見において、ウクライナ軍の反転攻勢が当初の想定よりも遅れているとされていると見られているほか、ロシアのプーチン大統領がウクライナの反転攻勢は失敗に終わったと主張していることへの質問に対して、ウクライナ軍はロシア軍が濃密にばらまいた地雷原をゆっくりと慎重に、着実に突破していると指摘したな。その上で事前の図上演習ではある程度の前進が予測されていたが、これは現実の戦争であり演習ではなく、現実に部隊に死傷者が発生することで部隊の動きが鈍くなることはよくあることで想定内だであると指摘して、ウクライナの反転攻勢は失敗とは程遠い状況であり、そのような判断を下ろすのは時期尚早だとした上で、今後も多くの激しい戦闘が発生することが予想され、ウクライナにおいては長期的に血みどろの戦いが続くとの見方を変えていないと語ったぜ。プーチン大統領がウクライナ軍による反転攻勢作戦が失敗であると切り捨てたのは、16日ロシア国営テレビが放送したインタビューの中のことで、大統領は我々が築いた防御線を突破しようとするウクライナ軍の試みはこれまで全て失敗に終わったと主張したんだ。ウクライナ軍が西側諸国からの戦車などの兵器支援によって新たに編成した、機械化旅団機甲旅団を中心とする6月上旬に始まった反転攻勢はここまでに約1ヶ月半が経過したよね。しかし、ウクライナが奪還した非占領地の面積は全体のうちのわずかな面積とされており、プーチン大統領の言葉はロシア側が事前に構築した強固な防衛網に自信を示した格好となったってわけ。また、ロシアはこの攻勢の際に、ドイツ製の主力戦車レオパルト2など西側諸国が供与した兵器を破壊しているほか、鹵獲にも成功していて、プーチン大統領はそれら鹵獲した兵器を分解して設計などを分析する、リバースエンジニアリングという言葉があるとインタビューの中で説明し、鹵獲した兵器から北大西洋条約機構NATO諸国の軍事技術を解析し、ロシアがコピーする方針であることを示唆したぜ。しかしながら、供与した西側諸国では鹵獲されることは想定内であり、ロシアに研究されて困るような新技術は搭載されていないと見られ、プーチン大統領の言葉は脅しにならないと言われているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年5月21日、ウクライナのマヤル国防次官がウクライナ軍はバフムート市街地の側面を攻撃して前進しつつあり、敵はバフムート市内に止まることが難しくなっており、いずれウクライナ軍はバフムート市街地を反包囲することで市内に止まる敵を殲滅する機会を得ようとしていると述べたよ。とはいえ、バフムートにはワグネルがいるからな。
そう簡単にことが運べばいいが、いろいろと情報も錯綜しているもんね。さて今回はそんなバフムートをウクライナ軍が包囲する動きを見せていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州バフムートでは昨年から半年以上にわたって激戦が続いているんだけど、ロシア側の攻勢の主力として戦闘部隊がバフムートを攻撃し続けてきた。ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏が20日に SNS のテレグラムに、バフムートはワグネル戦闘部隊が完全に支配したとする声明を投稿し、それを受ける形でロシア国防省がロシア正規軍の砲撃や航空支援を受けたワグネルによってバフムートが解放されたと発表しており、ロシア国営のオボスチ通信によると、プーチン大統領はこれらの声明に対してワグネルとロシア正規軍の両方を称賛したと伝えたよ。これらのロシア側の報道に対しウクライナ軍は、バフムートが完全制圧されたことについては否定していて、G7 サミットに参加するために広島を訪れていたウクライナのゼレンスキー大統領は21日、バフムートは今日の時点ではまだ占領されていないと述べたが、一時は朝日新聞などが、ゼレンスキー大統領がバフムート陥落を認めたなどとして速報を流すなど情報が錯綜していたんだ。ウクライナ側からは他に、ウクライナ軍東部方面部隊のチェレバキ報道官が21日に、バフムート市内の南西部をなおウクライナ軍が保持しているとして、バフムート陥落を改めて否定し、ウクライナ軍のシルスキー陸軍司令官もまた21日に、バフムート郊外ではウクライナ軍が前進していると述べているぜ。チェレバキ報道官はさらに、バフムート市内にはロ民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊が展開しているが、同市郊外で前進しているウクライナ軍がこのワグネル戦闘部隊を遅かれ早かれ包囲し、全滅させるだろうとも述べて、マヤル国防次官の発言を裏付けているな。一方、ワグネルのプリゴジン氏は21日に、バフムートを制圧するという我々に与えられた任務は完了したとして、25日までにワグネルの戦闘部隊はバフムートから離れると改めて表明し、今後ワグネルは確保したバフムート市街地の陣地をロシア正規軍に引き渡した上で撤退し、損耗したと見られている戦闘部隊の再編成に着手するとして、今後2ヶ月間は戦闘に参加しない予定だとしているよ。このことについてアメリカのシンクタンク戦争研究所は、バフムート郊外にウクライナ軍が展開して前進していることが真実であるとすればワグネル戦闘部隊を包囲する形となり、バフムート市街地から無傷で撤退できる可能性は低いとの見方を示しているんだ。マヤル国防次官は21日の会見で、バフムート市内の一角ミグ17モニュメント周辺を保持していると前置きした上で、敵はバフムート包囲に失敗して郊外の高台の一部を失ったとした上で、一方で我々はバフムートの側面を攻撃しながら前進を続けており、ロシア側はバフムートに止まるのが難しくなっているとも述べているね。ウクライナ軍は今月10日に、バフムートの東南近郊にあるイワニフスキーの南でロシア軍の戦線において突破口を開くことに成功して、バフムートの南にあるクリシェイフカ方面に向けて前進しているとしたよ。ロシア国防省は12日バフムートの西隣のクロモベからベルヒフカ貯水池を結ぶ線から後退したと発表していて、これはクロモベ周辺の陣地を放棄して北側にある防衛に有利とされるブボボバシリフカ周辺の高地まで、後退して守りを固める動きであると見られているんだ。ウクライナ軍もバフムートの北側にあるブボボバシリフカ、ベルヒフカ、ヤヒドネなどを奪還するのに有利なこの高地に向けて、オリホボバシリフカ方面からの前進を試みているとされているな。また、バフムートの北西にあるソレダルの北東に位置するサッコイバンテッケ周辺でも、ロシア軍は陣地を放棄して後退を強いられていると見られているぜ。しかし、ウクライナ軍は3方向から反撃に出ていることは事実と思われるものの、激しい戦闘が展開されながらも大きく前進はしていない様子であり、SNS 上に投稿されている動画や画像などからは確認ができておらず、現時点でバフムートを反包囲して敵を殲滅する機会を得ているとするマヤル国防次官の発言を、額面通りには受け取れないとする見方が多いらしい。バフムートの南にあるクリシェイフカ周辺では、
北部地域以上にウクライナ軍がロシア軍を押し返していると見られているけど、現時点ではクリシェイフカまでは到達していないからね。このバフムートの南側でさらに大きく前進してクリシェイフカを奪還した上で、さらにバフムートから南に伸びる幹線道路 T513 まで到達し、それに加えて北のブボボバシリフカ、ベルヒフカ、ヤヒドネなどを奪還することができれば、マヤル国防次官が主張するバフムートの反包囲が成立して市街地への側面攻撃が可能となるのであるが、現時点ではウクライナ軍がそこまで前進したとの確証はないんだ。また、もしバフムート市街地の反包囲が成功したとしても、大規模反転攻勢作戦を控えているとされるウクライナ軍にバフムート市街地に居座るワグネル戦闘部隊を殲滅するだけの予備兵力があるかどうかは不明であり、反転攻勢作戦がバフムート方面で展開されるのでなければ、バフムートへはあらかじめ用意されていた予備兵力を投入する程度となり、ウクライナ軍は少しずつ前進しながらワグネル戦闘部隊の包囲網を狭めていくか、現時点における戦線を維持するにとどめるか、この二つのうちのどちらかしかないと見られているぜ。これらの戦況から考えればマヤル国防次官やチェレバキ報道官の発言は、大規模反転攻勢作戦を開始する地点をカモフラージュするためのフェイクである可能性があるとの見方も出ているんだよね。ウクライナ軍のシルスキー陸軍司令官もまた我々はあまり重要とは考えていないバフムート市内の一角をまだ保持しているが、これはこの先に状況が変化した際にバフムート市街地へ再び戻るための橋頭保とするためであり、その機会は必ずやってくるだろうとした上で、我々はバフムート市街地の郊外で前進を続けており、バフムートの戦術的包囲の完成に近づきつつあり、これによってワグネル戦闘部隊に占拠された高層ビルなどを奪還し、破壊することで彼らは郊外からの我々の接近を阻止できなくなり、一定の戦術的優位性を得ることができると述べて、反転攻勢がバフムートの奪還を目指すかのように見せているよ。この状況下で、ワグネルのプリゴジン氏が表明しているように、バフムート市街地から戦闘経験が豊富で練度が高いワグネル戦闘部隊からロシア正規軍に引き渡された場合、ロシア正規軍では精鋭とされる空挺部隊が大きく消耗しているほか、スペツナズと呼ばれて有名な数々の特殊部隊も再編成がままならないほどの損耗状態にあり、ワグネル戦闘部隊の代わりに配備することはできないであろうと見られ、昨週に動員した予備役が主体で練度が低い正規軍部隊を送り込んだとしても、これまでの激戦で練度も士気も高いウクライナ軍によって簡単に駆逐される可能性が高いと見られているんだ。だからといって、バフムート防衛のためにドネツク州の南部やルハンシク州、あるいはザポリージャ州に展開している部隊をバフムートに移動させれば、そのために手薄になった戦線をウクライナ軍が反転攻勢先として集中攻撃をかけてくる可能性が生